はいどうもパルです。はい、今回はですね、だいぶ前に買っていたけど撮影する時間がなくて開封できていなかったものシリーズ、イエーイ。いや、家じゃねえよ。いや、本当にさ、なんかこういう形での開封度がなんかもうすげえ久しぶりじゃね。なんかもう懐かしいまである。うん、まあちょっとね、言い訳だけさせて。仕事内容が濃い。いや、もう本当にさ、冷静に、あ、うん、アホかなってぐらいさ、もうなんだろう、もう内容の濃いこと濃いこと超疲れるんだよね。で、この動画撮影っていうのもね、めちゃくちゃ楽しいんだよ。楽しい中でやっぱり遊びと一緒でさ、結構体力もね使うわけなんですよ。なので、まあ仮に時間があったとしても、その完全に体力がなかったよね今回は。まあ時間がなかったっていうのもまあもちろんなんだけど、本当の理由で言っちゃえば体力が完全にそこを尽きてました。まあでも一応ね、今回はね結構万全な状態なんでね、開封の方久しぶりにやらせていただきたいと思います。今回開封するものがこちら。はい、ラブライブサンシャインクリアステンドチャームコレクションボリューム3、こちらの方ね3つ、そう、安定の3つ購入してまいりましたね。開封していきたいと思います。いや、このシリーズもついに第3弾まで来ましたか。これね、あのボリューム1ボリューム2ってね開封しているんでね、いやもうそれでこのね商品の素晴らしさも僕自身めちゃくちゃ分かっているんでね、正直開封が楽しみでしゃあない。はい、全部で9種類ということで、まあ赤のメンバー9人ですね。今回はハッピーパーティートレインの衣装バージョンとなっていますと。うん、ね、カナンちゃん可愛いね。うん、いや本当に、しかもね、このグッズも本当に素晴らしいものなので、もう早速ね、買うのに移らせていただきたいと思います。もちろんね、今回僕が狙うのは花丸ちゃん、花丸ちゃんの方狙ってね、買うのをしていきたいと思いますと。はい、ちょっと開けにくいな細いからねあ、これ紙に入ってる感じですね。紙に入ってるんで、まあこれ開けば見える感じかな。では見ていきましょう。3、2、1、はいと。おー、リコちゃんねでも本当にグッズはさ、ね、リコちゃん率が本当に半端ないんだよねなんでこんなに偏るのかな僕ってね。ナスクフェスの時もそうだしね。いやー、リコちゃんが当たりましたと。もう早速開けてみましょう。はい、袋から取り出すとこんな感じですね。いや、もう本当にめちゃくちゃ綺麗だよねこれね。もう第1弾第2弾のおね知ってる方ならもうわかると思うんですけど、これもうめちゃくちゃ綺麗。もうね、好きすぎる。このデザイン考えてる人も天才かよ。ね、めちゃくちゃ綺麗だもんね。てかリコちゃん可愛いな。ね、ハピトレいいよね。ハピトレほんといいよね。もう衣装も可愛いしさ、もうその衣装でね、うん、そう。それでこのグッズのこの輝きでしょう。いや、もうね、申し分ないね。いや、いいわね。まあ、こんな感じでね、上に、まあ、こういうのついてるんで、まあ、好きなところにね、自分でなんか引っ掛けたりとかできるっていう風になってますね。このグッズ本当に好きだ。もう第3弾も出てくれてありがとうございます。ということでね、最初はリコちゃんが当たりましたと。しかも、リコちゃんってさ、こう、一発目に出てこない？よく。ね。すごいよね。何なんだろうね、本当に。この驚異のリコちゃん率。はい、じゃあ次、二つ目見ていきましょう。3、2、1、はいと。お、マリさん超だよ、本当にもう。ね、僕の開封動画の方をね、結構見てる方ならもう分かってると思う。もうそういうこと。いや、すげえな、本当に。なんだろうね。この引き、おかしいよね。メリコちゃん来て、マリさん来てってのもう、キルキス率な。いや、ほんと、凄まじいと思う。てか、特にリコちゃんとマリさん。まあちょっと、ヨハネ成分がね、まあ基本的には足りてはいないんですけど、いや、それでも、この二人の的中率はもう、おかしいと思うね。なんかやってるだろう、俺。ってぐらいめちゃめちゃ当たるんでね。うん。あ、てか、今気づいたけど、ここなんだろう、この、なんかクリアステンドになってるところ、ここの部分あれじゃん、9人のメンバーの、各色になってるじゃん、これ。あ、すげえ。今回凝ってるな。これが、ま、2年生、これが3年生、ここが1年生っていうな、ね、配色になってるね、ほら。ね。いや、すげえ。あ、こういう風になってるんだね、とか、なんかよく気づいたな、俺。いや、むしろ気づかなかったのがおかしいのか、俺。もうみんな気づいてた、実は。はい、というわけで2つ目はマリさんが当たりましたと。ちょっと最近声出してないから出るかどうか分かんないけど行ってみましょう。うん、シャイン、うん、出たねはい、じゃあ最後は3つ目行かせていただきましょうと。はいと、まあ、黄色この紙取って、はい、じゃあ見ていきましょう。3つ目、最後、3、2、1、はいと。おお、ダイヤ様ですね。いや、いいね、ダイヤ様。なんかもうさ、動画のさ、このダイヤ様出るたびに言ってる、もうダイヤ様のウィンクめちゃくちゃ可愛いよねなんかもうそればっかりみたいになっちゃうけどさ、このダイヤ様のウィンク本当にめっちゃ好きなんだよね。まあリコちゃんとマリさんほどではないけど、ダイヤ様も結構出るもんね。てかもうね、本当に可愛いよね本当に可愛いんだよね
いや、いいわ、ダイヤ様はね。はい、というわけで3つ目、最後ダイヤ様が当たりましたと。はい、というわけで今回当たったのはリコちゃん、マリさん、ダイヤ様、この3つが当たりましたと。なんだろうな、久しぶりのねこういう感じの開封でね、なんかすげえ僕らしかったね。なんかもう毎回じゃね、なんか毎回言ってる気がするんだよね。もうそれぐらいさ、あの的中率の偏り具合が半端じゃないんだよね。まあでもやっぱりみんな可愛いからね、結局そこ、結局そこなのよ。もう推しが当たらなくてもね、なんかこの開封楽しいじゃん。もう僕自身が一番楽しんでるからね、毎回超絶ハイテンションだもん。まあそんなわけでね、久しぶりの開封動画の方いかがだったでしょうか。もう本当はね、開封動画まあ最低でも1週間に1本ぐらいはね上げられたら本当に理想なんだけどね。まあ何分時間はないし体力もないしね、こうやって開封動画を撮影できる時間もなかなか限られてはいるんですけど、まあそれでもちょくちょくとね、こうやって開封動画の方上げさせていただきたいと思っておりますので、今後にも期待してていいよ。はい、じゃあといったところでね、今回はこの辺で終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と Twitter のフォロー、そしてサブチャンネルのチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではさよなら。